我が家の定番キノコたっぷりパスタ、作り方をざっくり説明します。冷たいフライパンにオリーブオイルを入れ、刻んだニンニクをたっぷり入れます。いい香りがしてきたらシラスをドバッと、全体を炒めます。そしたらキノコもドバッと。今日はしめじとエリンギとマイタケを使ってます。キノコはね、何種類か使うと味も香りも美味しくなりますよ。キノコをしっかり炒めたら、ここでハーブソルトと黒胡椒を回しかけます。じっくり焼き付けるとキノコもこんがり。そこへ1分ほど早く茹で上げた麺と茹で汁を投入します。茹で汁はそうね、お玉一杯ぐらいかな。仕上げにオリーブオイルを回しかけてよく混ぜます。あればイタリアンパセリやバジルを刻んだものをあえて混ぜる。仕上げに粉チーズをたっぷり、ペコリーノロマーノというチーズを使えば、これで味が決まります。はい、食べましょう。いただきます。うまっ。キノコすごい量入ってたけど、こんなに少なくなった。うまっ。